じゃあ今から始めるね。はじめまして、香坂ほのかです。今日は私の休日の過ごし方を紹介したいと思います。ん？お母さんの声が聞こえる気がする。でも先に紹介だけしちゃおうかな。お母さんの声がどんどん大きくなってきてる。ごめんね、少しお母さんのところに行ってくるね。またお店番？昨日もしたのに。うち、ホムラっていう和菓子屋さんをやってるんだ。休みの日はお店番させられることが多くて、また今日もお店番することになっちゃったよ。でもこれが私の休日ですなんて紹介したくないよ。そうだ、午前中はお店番だけど、午後はみんなでダンスレッスンをするから、その時に動画撮り直してもいい？スクールアイドルが大好きで、いつもスクールアイドルのことを考えてるんだもん。絶対この思いを伝えたい。